こんばんは。あら、お久しぶりです。ご無沙汰してます。こんばんは、お久しぶりです。あ、でも星葉さんがいらっしゃるってことはまた女性の悩みだ。またですか。ちょっとね、気になってる素敵な女性がいて、はい、ホテルの、ね、バーにお誘いしようかなと思ってるんですね、はい、でそこに行った時に飲むお酒をね、なんかおすすめいただきたいなと思って。おすすめの、はい、なんかあります？女性に合ったお酒。はい、あれですね、女性も飲まれるお酒と男性も星葉さん用のもいいですよね、はい、じゃあグレグースを。これは何ですか、ウォッカ。そうですね、こちらフランス産のウォッカなんですけれども、じゃあ女性だとちょっと飲みやすいタイプの、グレグースルフィズ、はい、で星葉さんはじゃあちょっとかっこよく、はい、グレグースザマティーニで。マティーニ、はい、じゃあそれお願いします。こちらで、はい、はい、美味しいですね。このベースに使ったグレーグースってラグジュアリーなコニャックのコンセプトを受け継いだフランスの世界一美味しいとされるスーパープレミアムウォッカなんですね。あ、そうなんですか。通りで美味しいと思った。世界一のあのウォッカを作り出すためにメートルドシェって呼ばれるセラーマスターがいるんですけど、そちらの方がもう全ての製造プロセスを管理してるんですね。それでも最上級の軟質風小麦を使って、あのグランシャンパーニュのライムストーンを通ったピュアでまろやかな湧き水を使って作り出したウォッカなんです。マティーニといえばこうオリーブなんですけど、レモンツイストなんですね。柔らかくクリアな味わいを楽しんでもらうために今回オリーブではなくレモンツイストを使いました。あのシェイクではなくステアで、ね、このグレーグースの柔らかくてピュアな味わいを楽しんでもらおうと思ったので、もうこれも最上級のプレミアムウォッカだからこそ作れるマティーニなんです。うん、なるほど。ありがとう、富岡さん。これにします。ありがとうございます。頑張ってください。はい。フライビヨンド、グレイグース。